こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はセレクション第2弾の登場候補選手予想をやっていこうかなと思います。今第1弾登場しておりまして、メンバー見ていきますと、成績的に4月末時点のものを参考に選出されたのかなっていうメンバーになっておりますので、まあ、それをもとに今年の3月4月で成績良かった選手を第2弾のね候補としてピックアップしてご紹介していきます。まあ、中田翔選手とかセデイの選手見ていきますと結構わかりやすいんですけど、3月4月ね5月以降の成績はだいぶ変わってるので、第1弾に関してはそういった選出方法だったのかなっていう風な推測になっております。で、まあこのセレクション2段ね引こうと思ってる方は単純に登場を待つ楽しみをね増す上でまあ眺めてもらえばいいなと思うんですけど、引く予定がないっていう方も結構今後のガチャに重要な影響がありまして、このセレクションに登場する選手っていうのは10月か11月頃に登場するアニバーサリーっていうガチャ、まあ、こちらの対象外になってしまうんですよね。まあ、正確にユーザーが欲しいと思う選手を投票するイベントがあって、そこでね、まあ、数が多かった選手が登場してくれるっていうガチャになってくれるので、みんなが欲しい選手が登場する、しかも60レメ GS 確定っていうのがね魅力的なガチャなんですけど、まあ、そのイベントで投票ができない選手にね今回のセレクションの選手はなってしまうっていうところで、アニバーサリーをね引こうと思っている方はこのセレクションメンバーも重要なところになってくるので、今後のガチャ計画立てる上でも参考になればなっていうふうに思っております。ではやっていきましょう。それでは今回紹介する選手を決める上での条件みたいなところを軽く確認していきます。でさっき言ったように4月までの成績良かった選手をピックアップしていくんですけど、まあ、もちろん一応ですけど第1弾は4月末までの成績で見られたのはもうほぼ間違いないと思うんですけど、2弾だと時期も若干ガチャの登場日遅れてくるので、もしかしたら5月の成績とかも参考に選ばれてくる可能性も一応あります。まあ、今日はちょっと4月末メインでねご紹介していきます。で野手と投手は1人ずつ登場するだろうっていう風な想定で紹介していきますので、まあ、1段野手だった球団は投手だけをね今回2段の候補として紹介していきます。まあ、2年連続で1人ずつのバランスで来てるっていうところと、特に西武は投手の候補が結構多かったんですけど、まあ、第1段で野手の中村選手が登場したっていうところでちょっと意外だったなっていう風なところもあったので、まあ、もしかしたらそういう1人ずつっていう縛りがあったからそういった選手だったのかなというふうに思いました。まあ、OPS695 って言われるとまあ悪くなさそうに見えるんですけど、まあ、打率2割1分4厘の選手でってなると若干寂しいなっていう気もしたので、そういう予想ですかね。で、エキサイティングと TS に登場した選手に関しても出る可能性はあるというふうに考えております。まあ、出にくいと思うんですけど、まあ、例は正直少なくて2022年の牧選手、岡本選手がエキサイティングと TS どっちも出たっていう例があったりしてんですけど、まあその数は少ないので、まあ、出にくいとは思っております。あと TS に関しても中村拓也選手が今年はどっちも被りでね登場はしているので、まあ、出にくいだろうけど可能性はあるというふうな感じで紹介します。ではまず阪神からですね、第1弾は才木投手の登場で、2弾は野手の候補に挙げさせていただきます。で OPS で見ていきますと森下選手が一番おすすめというか可能性高そうな感じになってまして、近本選手はエキサイティング出てるので可能性若干低いと考えると、森下選手と、まあ、あとは結構今年から活躍が目立ち始めたみたいな選手とか新戦力とかも登場しやすい傾向もあるので前川選手とかも、まあ、どっちか可能性あるかなって感じですけど、まあ、順当にいくと森下選手の可能性が高いと思っています。続いて広島はですね、第1弾栗林投手というところで第2弾の野手が予想されます。で、まあ、打席数とかで順当に見ると野間選手が一番可能性が高そうな成績になっておりますが、まあ、その月の爆発力、試合数こそ少ないんですけど爆発的な成績見せたのが宇草選手だったので、そこも面白いかなって感じになります。で、5月含めると、まあ、5月のセリーグ月間 MVP だったのが小園選手だったので、まあ、その選出の時期が遅れてくるのであれば小園選手も可能性はある選手かなというふうに思います。まあ、なので順当だと野間選手だけどちょっとまだいまいちわかんないっていう感じですかね。続いて DeNA ですね、第1弾が大貫投手ということで2弾は野手が予想されております。で、まあ、エキサイティングで牧選手登場してたのでちょっと可能性は低そうかなってところでは、まあ、本命としては宮崎選手になると思うんですけど、山本選手もそれに次ぐかなりいい成績を残しておりますので、まあ、どちらでもおかしくないのかなというふうに思います。まあ、宮崎選手は去年もセレクション出てるんで、それを考えると山本選手の方がもしかしたら可能性高そうなんですかね。次は巨人ですね、第1弾山崎投手で2弾は野手が予想されます。順当にいけば岡本選手が可能性高そうなイメージですね。まあ、丸選手は徐々に上がってくる感じだったので、まあ、選出が早すぎるってなると、まあ、やっぱ岡本選手か萩尾選手どっちかになるのかなっていうふうに思います。ヤクルトです、第1弾石山投手ということで2弾は野手が予想されます。で、3月4月のセリーグ月間 MVP としてはサンタナ選手が選ばれてるんですけれども、オスナ選手も含めエキサイティングで登場している2人
になってますので、まあ、ちょっと可能性は低いと考えていきまして、そうなると村上選手か丸山選手、この二人が可能性高そうな成績となっております。まあ、打席数的にやっぱりまあ村上選手がちゃんと出てるので、順当にいけば村上選手の可能性高そうなので、来た場合はまあリアタイ的にも魅力的なので、目玉の一人となるのかなと思います。中日ですね、第一の中田翔選手来たので、第二弾投手が予想されています。でかなり成績のいい投手が多くて、防御率 0.00 が3人いて、マルティネス投手、清水投手、斉藤投手となっています。3月、4月のセリーグ月間 MVP がマルティネス投手っていうところで、まあ、順当だとマルティネス投手だと思うんですが、まあ、去年も出ているっていうこともあるので、まあ、他の2人のどっちかっていう可能性も全然あるかなと思います。で涌井投手も成績すごいんですけれども、結構 TS でいろんな球団で能力が高くね、登場する、まあ、可能性があって、まあ、どっかしらの球団に出ると思っているんですよね。なので、先にスピリッツが高い方を出してから、後で TS っていうのはちょっと微妙なのかなと思うので、中村拓也選手も先にもしね、セレクションが来てから、後で TS だった場合は、TS バージョンを狙った純正の方とかね、だいぶ少なくなってたと思うんですよね。なので、それを考えると、涌井投手は、まあ、TS 単体で、まあ、セレクションは他の中継ぎ抑えのね、誰かなのかなと予想しています。では、パリーグですね、オリックス第1弾セデーニョ選手来たので、第2弾投手が予想されています。で宮城投手はエキサイティングが登場している選手になってまして、まあ、新戦力のやっぱりエスピノザ投手、マチャド投手、この2人の可能性が高そうかなといった感じですね。まあ、特にエスピノザ投手は結構序盤の方がね、より活躍が目立っていた印象もありますので、まあ、個人的にはエスピノザ投手の方が可能性高いのかなと予想をしております。ロッテです。第1弾佐々木朗希投手というところで、2弾は野手が予想されています。成績目立ったのはこのポランコ選手、ソト選手かなと思ったので、どちらかかなって感じですかね。どっちもありそうかな。ソト選手は TS は DNA 版出てるんですけど、ロッテの通常の S ランクも出ていないので、まあ、期待したいところになってますね。でポランコ選手は通常は出てるんですけど、まあ、成績は一番良さそうにも見えますし、セレクションのプラス1された場合にね、パワー A にデフォルトになってくれるっていう魅力もあるので、まあ、そういうギリギリでね、その A に到達するっていうあれあるかなっていうふうに思ったりするんで、まあ、そこも面白そうみたいな感じに考えています。ソフトバンクです。第1弾松本投手ということで、2弾は野手が予想されます。で成績いい選手が多くなってまして、3月4月のパリーグ月間 MVP が柳田選手というふうになってますので、まあ、本命が柳田選手と考えられるかなと思います。まあ、柳田選手は TS も期待されてたんですけど、3弾になっても登場しなかったっていうところで、4か5か6のどっかにね、柳田選手を出すっていうのはちょっと考えにくい選手となってますので、まあ、結構本命と考えていいのかな。しかもプラス1されたら総力も A に乗ってね、デフォルトでオール A って見栄えも最高になるんで、まあ、柳田選手ありそうな感じはしています。まあ、ただ他にも近藤選手とか山川選手とか成績のいい選手は多くなってますし、まあ、5月も含めるとパリーグ月間 MVP が栗原選手っていうところで、まあ、さらに候補もね、出てくるのかなっていうような感じになります。続いて楽天ですね。第1弾辰己選手ということで、2弾は投手が予想されます。成績目立ったところはやっぱり則本投手ですよね。防御率 0.00 をね、10登板で記録したというところで、まあ、ステがプラス1されますと、78、78、83でね、称号次第でオール A が狙えるっていうふうになるので、まあ、そこもセレクションになったからこその価値が出てくる選手になってくるんで、まあ、一つ投手のリーグ的な目玉としてあるのかなというようなイメージです。で他だと内投手もしくはってなるんですけど、あんまり目立った選手が見当たらなかったので、成績見ると、まあ、則本投手一択なのかなといったイメージです。西武ですね。第1弾中村拓也選手登場だったので、2弾は投手が予想されます。今井投手か竹内投手のどちらかかなと思ってるんですけど、まあ、成績的には今井投手ですよね。防御率0点台っていうところですごい数字を出しております。で竹内投手も、まあ、能力とかにいろいろ変えられそうで、まあ、新戦力っていう感じなのであるんですけど、4月末までだとちょっと劣るかなっていう感じでしたね。5月になるとパリーグ月間 MVP 取っていたので、5月以降とかも含めてくるとだいぶ竹内投手が可能性高そうですけどっていう風な感じですかね。まあ、登板数防御率っていうところを見るとやっぱ今井投手かなっていう風な予想になります。ラスト日本ハム第一の金村投手というところで、2弾は野手が予想されています。で成績を見ると、まあ、打席しっかり取ってるところだと、まあ、マルティネス選手か万波選手といった感じなんですけど、まあ、ちょっと打席数減りますが、やっぱり打率3割並ぶ3人っていうところでは、タミヤ
選手も可能性結構高そうかなって感じですね。まあ、通常 S 出てますけど結構控えめな能力でまだ登場してるので、まあ、ちょっとアップしてね価値を高めてみたいな感じで登場させるのも結構自然なのかなとは思います。で、交流戦すごかった水谷選手とかに関しては4月末時点だと全然試合4回しか出てなかったっていうところだったので、まあ、時期が遅めなら水谷選手もありそうですけど、まあ4月前だったら田宮選手の方がありそうかなって感じですかね。まあ、ということで第2弾の予想選手としてはねこんな感じとなっていきました。まあこのガチャを引かない方からするとねアニバーサリーがちょっと渋くなるからやめてくれみたいなこともあったりすると思うんですけど、一応アニバーのね獲得選手の予定とかも若干立てやすくなるかなと思うので、まあ決定じゃないんですけどね、まあどうなるかそのハラハラする上でねよかったら参考にしてみてください。で、登場時期なんですけど去年に関しては最強決定戦に間に合わせる形の登場となってたので、今年もそれを考えるのであれば次の更新7月5日なんですけど、まあちょっと通常追加挟んで、まあ7月の2週目とかね、まあ、12日とか、まあ、その辺から登場とか全然あるのかなと思っています。まあ、おそらく売上的にも良かったのかな。やっぱりまあリーグ勢ってものすごい額をねこの最強戦にかけてくれるっていうところでは、まあ、そこに間に合わせるっていうのは重要な要素なのかなって感じですね。引く人に関してはね本当過去に S ランクすら出てなかった選手とかもいたら、もう S でひたすら限界突破して極みにして勝利の視野を狙っていくみたいな感じの方もいると思うんで、まあ、その時期は運営的には大事そうな感じはしますよね。もし遅かった場合ですと8月の1週目に登場したパターンもありましたので、まあ、そこが一番遅くての登場時期になるかなと思われます。一応大谷セレクションについても軽くね登場時期予想していこうと思うんですけど、まあ、基本線としては過去誰々セレクション系が来たのは8月後半か10月後半周年のタイミングか、まあ、年末っていうところが、まあ、これからの時期だとありがちなタイミングになってるんですけれども、まあ、結構7月5日大谷選手の誕生日だから来るんじゃないか、しかも更新次重なってるしみたいな方が結構多くなってますね。まあ、実際それは2022年イチローセレクションが来た時もイチローさんの誕生日が土曜日だったんですけど、それの1個前の日です、金曜日ですかね、もうほぼ誕生日の日に合わせてイチローセレクションが来たなんていうこともありましたので、まあ、それと同じパターンを考えてこういう予想をねしている方は多いのかなと思います。まあ、あとは一応この日に登場であればダルビッシュチャレンジカップ、まあ、こちらの予選中だと思いますので、まあ、最後の追い込みの2日間かな、まあ、その期間だけはその大谷選手が来た場合のその選手が使えるかもしれないっていうところがあるんで、まあリアタイ向きな選手来るだろうっていうことを考えると7月5日面白そうっていうね方もねいる気はしております。まあ期待しすぎるとねがっかりしちゃう感もありますので、まあ、個人的には5% くらいのね登場確率みたいな感じのイメージではいるんですけど、まあ、来たら注目なガチャになることは間違いないと思います。で、もし大谷スレが7月5日からの場合ですと5日からそれが来て、まあ活躍スレ2段が、まあ、さっき言った12日とか遅くて16からとかそのぐらいが考えられるんですけど、まあ、そうなると最大スピが注目ですよね。最強戦にその3つのスピリッツ4800ガチャがね間に合ってくるってなると、その最強戦やる方の負担がもう化け物になっちゃうんで、で、まあかといってスレクション1段と大谷セレクションをねスピ4800っていうところで最強戦用のガチャにしていきますと、まあさすがに活躍すればもう1個あると思うんで、まあそれが最強戦後に回っちゃう。で、そうなると普通に現役選手が登場して、まあスピが高いだけってなると、まあ、一番ガチャを引いてくれるリーグ勢の方が、ね、あんまり引いてくれなくなっちゃうっていう風になると思うんですよね。まあ、つまり大谷セレをスピ4800で出しちゃうと活躍セレの売り上げが下がる可能性も出てくるっていうこともあるので、大谷選手を尊重してっていう意味はわかるんですけど、ちょっとデメリットも運営的に大きくなってしまうっていうことでは、まあスピリッツは登場したら4700でもおかしくないのかなって感じですかね。あくまでリアタイ勢だったら引きたい人がたくさんいるだろうっていう感じのメンバーにして、その直後活躍すればまあリーグ最強専用で4800の選手を出すみたいな、まあ、そういう感じかもしれないとこですかね。まあとはいえね、メンバーは相当強いとは思うので4700でも魅力的なガチャになるかなというふうには思っております。まあ全然わかんないですけど、ね、よかったら皆さんも予想をコメントしていただければなと思います。もし来るんだったらそのなんか3日前くらいとかまだ特番みたいなものもね、何かしらの YouTube 動画上がってくる可能性もありそうですよね。まあちょっと何も出てないんで盛り上がりに欠ける感じが今しててね、なんか不意打ち感があるっていうところもあるんですけど、果たしてどうなるかってところで、まあ一応コメント欄で結構たくさん大谷セレがっていうものを見かけてたんで一応触れさせていただきました。ということで今回はセレクション2段の登場選手予想ということでやらさせていただきました。またプロスピ動画でたくさん出していこうと思っております。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。